ジョイズ株式会社の木原と申します。よろしくお願いします。音声言語処理で語学習得プロセスを把握するというタイトルで少しお話しさせていただきます。ざっくり自己紹介しますと、一番下が今掃除で書いたって言うのやってることなんですけど、自分の会社はここ3年ほど作って、代表と開発責任とやってますと、あともう一つ全農アーキテクチャ若手の会の運営を、できるときに手伝いさせていただいているという感じです。バックグラウンド的には物理学と系で、一番最初はイギリスの気象庁で、10年ぐらい前なんですけど、1日1テラバイトぐらいその予測系と観測系の、多次元の密データを出てるんですね。でちょうどその当時に反民営化みたいなことをやっていて、天気の予測データを使って、リテールの需要予測をやるみたいなものをやりたい、そのコンサルティングをやりたいというのがあって、なんかそれを 1TB 来るデータを 500MB ぐらいのメモリのラップトップで扱えるようにうまくこうインメモリで頑張るみたいなことを、やってました。でその後組み込みとか、R&D をメーカーでやりまして、今会社作ってやってるという感じです。これいいや。で、テラトークというアプリをやってます。どんなアプリかというと、簡単に言うと英会話ロボットって言っちゃうといいと思うんですけど、コンセプトザラッザクッと言うと、やりたいのはその、結構その外国語として英語を学ぶ中で、その先生がいないとできないことってこれまで非常に多かったと思うんですけど、それをできるだけ認識技術等々を使ってソフトウェアにしてあげると、なかなかこういろんな方の可能性を少し広げられるんじゃないかなと思って今やってます。で、要素的にはこんな感じでいろいろ組み合わせて、やってるんですけども、こんなことを3年ほどやってきています。でちょっとですね、これこの後の発表でこの辺りがあるというので、ざっくりなんですけど、アプリの中で、ロールプレイングベースになっていて、例えばこう、空港に行って、でそこでゲートを越えるとか、でそのミッションがあって、それを、会話形式でクリアするみたいなものをこう最終的なゴールにしているアプリですと。で、ユータさんはこう最初に会話例を聞いていくと。で、シナリオがあって、こうチャット画面みたいな感じで、音声合成使って、テキストから音声を合成して、でそれで会話例をこうやってやっていくと。で、いろんな流れにも対応しています。で、一回会話例見た後は、単語の穴埋めをやっていくと。で、このあたり、リスニング力ですとか、構文力みたいなものを鍛えてもらって、会話のこう横演習みたいなものをやると。で、さらにこう、単語ですとか、発音、単語で意味ですとか、発音、リスニングがわからない単語がある場合ってありますので、それは簡単に学べるようになっていて、で、それが一通り終わったところで、実際に会話をやると。で僕は音声認識使っていて、要はそのさっきのロールプレイのチャットベースのものを音声認識スピーチを使ってやるというような体験にもなります。で後ろでいろいろ解析かけてまして、うまく伝わらない英語だと聞き直されたりとかします。こんなことを、サービスとしては作ってやっていると。はい。で、ですね、ざっくりとしたアーキテクチャなんですけど、今、インフラに手数かけたくないんで、ヘロクで実はやっていて、で、ミッションスペシフィックなサービスは AWS で、ちょっと頑張ってやるみたいなんですね。ヘロクだと割とこう使える NumJS とかディスクリソースが非常にパターン決まってますんで、言語モデルとか文法評価とか、ものによって CPU がきつかったり、RAM がきつかったりとか、いろいろそのスペック差があるので、そこは個別にやっているような。技術の生かしどころとしてはいろいろあって、そうですね、ロールプレイを結構チャットボットで作っていかなきゃいけないので、そこをじゃあどうやってアシストするかとか、あとはそのこう伝わるかどうかうまく可視化してあげたいとか、発音評価してあげたいとか、英語力うまくこう把握してフィードバックしてあげたいみたいな、こう本当の先生がやるようなことをいかにやるかっていうモチベーションがあったりしますと。で今日は、評価指導のあたりの話をまるっとしていこうかなと思ってますと。で前半ちょっと発音周りの話をしようと思っていて、これ実は他でも話したことがある話 で後半に、語彙ドリルっていうのを実はさっきちらっと見えたと思うんですけど、あれ完全に自動生成していて、そのロジックの話をしようと思います。
はい、まずモチベーションなんですけども、発音とかその自分が言った表現の良し悪しって自分じゃ分からないっていうのがありまして、で結局その語学が自習できないのってここが根源的な理由かなと思ってます。イメージとしてはだからスポーツとかやるときに鏡見て自分の動きをこう、ね、見たりとかですとか、あらそのアスリートだったら、何キロぐらい上がったとか何回上がったっていうその成果が分かるわけなんですけど、それをやりたい。で音声認識 の仕組みを使ってやるんですけども、音声認識ってまあざっくり言うと音から、音素列の確率列になってそこから文を作るという感じです。まずこう音を、分解してからその音に対応する文章って何だっけっていうのを予測しに行きますと。で、巷にこう音声認識 API っていろいろ出てきてると思うんですけど、基本的に音声突っ込んで文が出てくるっていうブラックボックスですと。でやり方として一つ考えられるのは、ブラックボックスをそのまま使えばいいんじゃないかと、まあ、例えば、仮にですね、仮に、正しい期待している文章が分かっていると仮定してですね、分かっていると仮定して、でその場合に、間違った結果が出たときにその差分を見れば、まあ、大体どこの音が間違ってたか分かるんじゃないのというのが割とこうそのまあ、このブラックボックスの API を使った時の、まあ、ナイーブなというか、一番シンプルなやり方なんですけれども、 あまりうまくいかなくてですね、まあ、理由がすごいシンプルな話で、音声から音素列に変えるところ と、音素列から文に変えるところってここは大きく分けてざっくり分けて2つあるんですけども、後ろの方の影響が入っちゃうんですね。例えばおやすみなさいでグッドナイトって言葉が上がった時にナイトの方が K がついて、まあ、同じ音なんですけど騎士にはならないわけですよね。これなんでかっていうと、まあ、フレーズとしてグッドナイトっていうのが予測できるようになってるからですよ。その影響が実は入っちゃう、言語モデルの影響が入っちゃうので、手前の音の部分だけをうまく引き出してあげて評価してあげないと、まあ、生徒さんのユーザーさんの発音の良さというのはあまり出てこないと、まあ、こんな感じで使ってます。で課題としては、入力して、音声と、まあ、まず単語を与えると、その単語ベースで与えてそこに音素ごとに分解した正誤ラベルというのを、まあ、引っ張り出すというのをまずやってみました。で基本的には、まあ、こんな感じになっていて、この音声認識で一般的にその特徴を抽出してから音素ごとの誘導計算とか基本的にやってくるわけなんですけども、まあ、その後、まあ、その誘導がついたところで言語モデルを投げるわけですよね。なんですけど今回やったのは、発音の評価の部分を足したというところになりますと。で発音評価する上でじゃあその、いくつかのその、あ、先にとは早いな、複数 の発音の、まあ、誘導というか確率がこうミックスされた状態で出てくるんです。ミックスされてくるわけで、そこからじゃあ どうやって、まあ、いい感じに最終的な丸×のラベルを出すかみたいなことをやりますと。で、まあ、これ言葉で言うのは見てもらっちゃった方が早そうな感じします、ね。まあ、時系列で、基本的にフレームが時系列できて、で、まあ、音素ごとにこう誘導ができて、で、全体のその誘導が最大になるような組み合わせを、まあ、やるような、見つけるようなことをやってます。で、まあそうね、これビームサーチでやっていくんですけども、まあ、これだけだと音素ごとに定数幅のブレがあるんですよ。そのベースの音響モデルのトレーニングの仕方とかにもよってくるわけですね。で基本的にその音響モデルって最終的に音声認識というかその高段と組み合わせることを前提にして考えますので、そうすると、まあ、そのあんまり認識できてなくてもいい音素とかあるんですよ。区別できなくてもいい音素とかっていうのは実はあるので、まあその辺も当たり前なんですけどもちゃんと考慮してやってますっていうだけの話で、基本的に音素ごとに性能差があるので、それを、まあ、ある程度考慮して、まあ、結果には反映するようなことはやってますと。はい。で、まあ、こんなことやってると、まあ、その、誰の発音のどこがどうできてるできてないみたいなのが出てきます。でこれ僕これ最近出した機能で、さっきのビデオになかったんですけども、テラトークを使ってるうちにどの発音が苦手だよっていうのを苦手な順に教えてくれるようになってて、でちなみにこれタップすると、例えば TH なんですけど TH の発音だけ特訓できるような問題集が出るというようなことを
やってます、はい、これ結構好評ですね。あの僕の場合だと TH だと L とかが、まあ、例えばこう一番最後に母音がつかない L とかって結構苦手なんですごい低く出てますね、はい、で、はい、結構早く喋っちゃったわ、はい、今日のテーマ2個目で、語彙の方ですね、はい、発音国語です。語彙いきます。モチベーションとしては結構その和訳ベースで英語を勉強する人って多いなと思っていて、で結構それって危険だなっていうのがありまして、なんでかっていうとその同時通訳ってあると思うんですけど、これバイリンガルの人でも特別な訓練が必要なんですね。基本的に訓練しないでできるものじゃないですと。要は会話のスピーキングのスピードでコミュニケーションを取るスピードで同時翻訳するってめちゃくちゃ難しいにもかかわらず、割とその後大訳ベースでというか英単語も大訳で覚えるし、英文も大訳する和訳するしみたいな、まあ、最初の学習の取っかかりとしてはいいんですけども、そのね、和語の方に用法も引っ張られたりとか、まあ、単純に上と同じでこう会話でやろうと思うとスピードが足りないとかっていう問題点があるので、これどうにかしてその、まあ、和訳にならない、そういう翻訳にならない形で語彙を覚えていけないかなっていうのが、まあ、一つテーマとしてありましたと。いくつかその方法論っていうのは世の中にありまして、まあ、多読っていうのが一つ目で、これ辞書とかない時代から皆さんやってる、みんなやってるやつなんですけども、これ辛いんですよね。要は一種こう暗号を解くみたいなところがあるので、言語非依存の読解力にものすごく依存しますと。で、これ現実的なところで言うと、その難易度が正しくなきゃいけないというのがまず一つと、あともう一個興味があるかどうかでものすごいパフォーマンスがあるんですね。その文の内容にあるかどうか、その買ってきた人がその文章の内容に興味があるかどうかってパフォーマンスがあるんで、ここを両立させるレコメンデーションというのは、まあ、実はまあまあ難しかったりしますと。はいですね。です。もう一個の方法としては、まあ、英辞書を使う。で、例えばこうオックスフォードみたいな出版社から、あれですね、簡単な英語で書かれた英辞書とかって学習者向けに出ていて、でそれを使うと、まあ、比較的、まあ、多読よりは楽なんですけども、なかなかそれ単体で学習が進みにくいというところがありまして、まあ、そもそも読んでる人だったら、まあ、例文とセットでこう読んで腹落ちさせやすいんですけど、まあ、単独ではなかなか難しい。なかなか英辞書は、ね、腹から単独で眺めてっていうのはやらないので、というのがある中で、英辞書実際今こんな感じなんですけども、はい、例えばインプリケーションという言葉なんですけども、いくつか、まあ、用法というか、語彙があって、それに対してこうですね、これもオックスフォードの英語のやつから取ってきたんですけど、比較的優しい単語で書いてあるので意味わかるんだけど、なんか腹落ちにくいかったりしますね。とか、テラトークで 何やったかというと、類義語を使うことにしています。要は知らない単語があったら知ってる単語で近いやつを覚えてくる、近いもので説明するっていうのを、やると。でこれだと例えばフィギュアっていう単語があって、これフィギュアの動詞で使う方のフィギュアなんですけど、めっちゃ見えるこれ、サポーズですねっていうのが、まあ、正解になっているんですけども、で代入可能な語彙を覚えていくと、こう、まあ、単語ネットワークみたいなものができていって、少しずつ英語で説明できるようになるんじゃないかっていう、まあ、半分こう UX 的には仮説もあって最初始めたという感じですね。イメージとしては類義語辞典をベースにして単語をドリル化すると。でさっきちょろっと言ったんですけど、これテラトークで自動でやってまして、まあ、モチベーションとしては今そのテラトークで1000個以上実はロールプレイングのレッスンあるんですけど、まあ、これ割といろんなシチュエーションとか職業別に合わせて、まあ、量産していきたいと。実はエンジニア向けもあったりして、インフラエンジニアの人にこう、新しくポートを開けてもらうのを交渉するみたいなシナリオもあったりするんですけど、まあ、そういうのやってるので一個一個作ってるとなかなかこうお金かかっちゃうんですよね。なんでこう自動化したいっていうのが割とモチベーションとしてありましたと。で全体の概略としてはこういう感じで、まあ、うちの社内で作ってるテラトークのチャットボットツールがあるんですけども、まあ、社内で作ってるのでレッスンの語彙セットというのが簡単に出てきて、でそこから語彙のカードの生成エンジンを通してまず問題の、出題してもいい問題セットをまず作りますと。
でプラス実際にユーザーさんに出す過程でユーザーの利用履歴から、コンテキストを作ってオプティマイザーにこう両方突っ込んでいいやつを出すことやってます、まあ、イメージとしては難しすぎるやつ出ちゃいけないとか、あとはもう知ってるやつ出ちゃいけないとか、この間直近やったやつは出さなくてもいいでしょうとか、まあ、逆に出した方がいいタイミングで出すと、まあ、その記憶が、まあ、国境されるのがいいでしょうとか、そんなことをやります。で、今日の話は、ボイカードの生成の部分をちょっとしようと思ってます。で、再度こう UI 見るとこういう設計になっていて、出題対象が上で、このミートビルのやつが正解で残りが何です。で、課題のセットとしては、まあ、類を選べと近い意味を選びなさいというモデルになってます。4択問題ですね。で、これはですね、一番簡単で、まあ、適切な語義を選ぶっていう前提の上なんですけども、パートナーから類義語のディションのデータベースをもらって、まあ、ディクショナリーをパッとやるだけですね、まあ、何でも選ぶだけというのがまずあります、はい、当然この単語の難易度とかそのユーザーのステージに合わせて出題じゃない、英語の言語の中でのこう出現頻度みたいなのが、まあ、ざっくり見れるんですけど、まあ、そういうのを使いながら出します。これは簡単なんですよね。意外と難しいのがダニエラビなんですね。なんでかというと、これ最初ランダムでいいじゃんと思うじゃないですか。ランダムでいいじゃんと思うんですけど、意外とこうちょっと似てるやつが出てきちゃったりとかして、なんですかね、品質を担保できないですね、ランダムだと。なので何かしらのセレショルドを設ける必要があると。で、このカードの生成エンジンのあるべき姿としては、ネイティブであれば百発百中で分かるという状態です。だから全ての単語の意味を熟知していれば確実に分かる。分からなかったら NG ですね。ちなみにこう教師データというか最終的な、検証も、ネイティブ含め、1万個ぐらいやったのかやって、実際そのカードの、その OK、G みたいなやつをつけて、それに対する適合でやってます。でこのダミー選びをどうやったかっていう、まあ、概略図で、まあ、これ見ただけでなんとなく分かっちゃう人もあるじゃんと思うんですけど、まあ、出題がフィギュアで、まあ正解サポートなんですけど、何やったかっていうと、まあ、何らかこう大きなコーパスから計算した、ワードトゥーベックの風船に使います。ベクトル化してやった上で、まあ、まずやんなきゃいけないのは、そのダミーの人たちが課題と正解のペアで作られるそのペアに比べて別のクラスターになるということですね。まずは、やりますと。で、それやった上で、それぞれのクラスターの、重心って言ったらですね、まあ、中央からのユークリッド距離見て、これ近すぎるとダメなんで、これを一定以上のセレショルドでやると、ただ問題のバリエーションを確保したまま、まあ、うまいことできるよみたいな、割と人の感覚に合うよみたいなことをやってますと。で、ここに至る前には、そもそも類義語の選定の部分を、例えばこうそこ自体をワードトゥーベックでできないかみたいなことを最初やったんですけど、まあ、割と全然ダメで、こういうなんですかね、グループでクラスターで扱うような使い方だったら、まあ、割といけますっていう感じですね、現状で。はい、みたいなことをやると、それなりにうまくいく、はい、そうすると問題集が無限に作れるわけですよね。ただ未解決な問題もありまして、これからやりたいなと思ってるんですけども、多義性と用法の部分ですね。言葉って、まあ、さっきのこう英語辞書でも、まあ、3つぐらい意味があったと思うんですけど、まあ、使われるコンテキストによってこうちょっと意味が変わってくるわけですよね。で、できてないのが、その会話レッスンの中で実際に使われている文脈に合うような語義を設定できているかどうかなんですね。で、これで言うと、例えば、まあ、これフィギュアとサポーズで言うと、私はこう思うとか、私はこう予想するみたいなことを言うときに、例えば I figure that something something とか、I suppose で続けていく、似た単語だと I reckon とかいう言葉が使われるんですけど、まあ、だからその文脈だと合ってるんですけど、例えばこれ金融のコンテキストだったら、イールドって、まあ、ご存知の方、まあ、いるかもしれないんですけども、投資に対するリターンの
まあ、大きさを基本的にイールドっていうんですね。でこれ例えば、投資銀行、まあ、運用部門とかとしましょう。運用部門で今期は数字が必要だとか、とにかく数字を上げる方法を考えろって言った場合っていうのは、フィギュアとイールドは多分交換可能なんですよね。とかいう問題があって、この辺うまく合わせる、その会話の中で使われてるものに合わせるっていうのは、ちょっと解決できてないですね。今自動化はそもそもできてないような、状況になります。はい。あで、さらっと会社の説明、何か今表参道で出てて10名強とかでやってますと。で、こんなアプリで何やってるかというと、その一般ユーザーの人もやってるんですけど、最近この学校さんとか、スポーツのチームにアスリートの英語を、まあ、助けるみたいな用途でも使われ始めていたりしまして、まあ、ちょっとずつ伸びてますよと、まあ、こんな感じで来てみていただきましょうと思ってますと。結構いろいろ面白い開発しているので、まあ、遊びに行きたい人は一報いただければ、はい、音声と、まあ、言語処理といろいろ活用して、で評価系ができたら時系列で、今度はその、まあ、経路図になっちゃうの難しいんですけど、時系列で学習戦略の最適化とかいったところもやっていきたいので、まあ、興味ある方はぜひご覧になってください。で、ひとまず以上です。ありがとうございました。質問ある方、はい。最後のところ、多義性が実現されてないと出てきたんですけど、はい、ワード2デックで分けられたっていうことと、多義性が確保できないと、なんか話が矛盾してる気がするんですけど、ワード2デックした多義性も含まれて二分化されるはずではないんですか？多義性に対応してうまくやるようなやり方もあるんですけど、要は同じ単語に対して、同じその表層に対して2つっていうのは、ちょっと工夫です。フィギュアに対して、サポーズとイールドの話を言ってましたけど、はい、フィアとサポーズを遠ざけるような分割と、フィアとイールドを遠ざける分割と違うわけですけど、ワード2デックは両方とも入ったことないんですか？いや、フォーカス制度になっちゃったんですよ。要は、ベクトルを計算している元の、いや、どういう用法でもともと使われていたか、それを学習する上で。じゃあ、それは、フィアとサポーズを一緒にする、コーパスとフィアとイールドを一緒にするコーパス違うからと思ってた。どっちかを使ってしまったから多義性ができないっていう意味でおっしゃった。というよりも、多義性ができ多義性と難しいですね。多義性だと用法っていう観点もありまして、要は、その会話の中で使われている意味はどれかっていうのを特定ができないんですね。シンプルに言ってしまえば、それはワード2デックの中に入ってないんですか？できないです。要は、まず、文の方で、要は会話の中で使われているものがどれに当たるかっていうのが、まず、信頼性高くやる方法は今のところないですと。質問として、はい、ワード2デックでやったらフィギュアとサポーズを近づけるような分割になるのか、フィギュアとイールドを近づける分割のどっちになるんですか？それは、コーパスによるんじゃないですか？それやっぱりちょっといろんなコーパスを使えば解決するんじゃないですか？っていう可能性もありますね。マルチカードみたいにマルチコーパスでやればできるというわけではないんですか？マルチコーパスでやってアンサンブルみたいなことも、まあ、考えられなくはないんですけど、それよりはですね、わかんないですけど、まあ、トピックモデル的なものを使って分けに行くとか、まあ、それで言うと、例えばこの問題だけではなくて、音声認識考えた場合も言語モデルの方をトピックごとに切り分けるっていうのはあってしかるべきだと思うんですよ。モデルの確率が 50% 近くに出ちゃったらどっち行ったらいいか分かんなくなっちゃうんですよ。まあ、だからそれはベストをやるしかないし。でも本当あんまりこうトリビアルな方法がなくてですね、結構困ってます。まあ、いいやり方があってほしいです。でもなんかこれでうまくいってるってのはすごい不思議な気がしたんですけど、割とざっくりやってるのになんかちゃんとそのアプリケートリリースできて、はい、みんな使えてるっていうのが不思議だったんですけど、はい、最後のところでやっぱりそういうところできてないですみたいなところが出たんですけど、はい、その辺のなんか、なんであれなんですよ、このカードとしては OK なんですけど、レッスンとの組み合わせがいけてないんですよ。じゃあすごい簡単なところで言えば、
あの有名なファインってあるじゃないですか、まあ、罰金って意味があったりとか、うん、まあ、形容詞でまあ普通のこう、まあ、いい感じですっていう意味があったりとか、その2つを、的確に区別はしてないわけですね。まあ、その2つで言ったら、例えばね、あの品種とか見たらいけちゃうと思うんですけど、まあ、品種が例えば同じで、その中での多義性とかってなってくると少し難しくなるんです。なので、その文中に出てきてリュウタのフィギュアを説明するためにサポートを使うっていうのが適切じゃないと思うんですよ。それが今できてる。それは極端を使うときにはあまりボロが出ないフィギュアと思うんですけど、問題にはなってくるでしょう、多少は。でもそれ多少なんです。そうですね、そこはあの和訳とうまく組み合わせて最終的にはやってることになる、また例文ですね、やっていくって感じですね。はい、というところです。まあ、解決したいですね。はい、ここが、はい、どうぞ。さっきの音声認識がいろいろできてて、はい、で自分も最近なんか Google 翻訳とかでバッチリある程度訳してくれるんで、うん、あ、なんかだいぶもう英語するのも楽になってきたなと思うんですけど、なんかそろそろなんか自動翻訳みたいなね、なんか認識音楽やってこう返してくれるみたいな、もう自分で英語学ばなくても返せるみたいな、できそうな気がするけど、まだまだやっぱ多いんですよね。そういう対話を例えばアメリカとかなんか帰ってきて自分で返してくれるみたいなのがあるんですか？できるケースは当然たくさん出てくるだろうなっていう感じですね。じゃあ、まあ、割完全な制度さえできないけど、まあ、そこそこ、まあ、制度の定義は難しいですね。難しいですね。あの どれだけそのあのコンテキストにあの文化的なものだけじゃなくて、その場のあの文脈に依存するかっていうところが大きくなってくると思うので、多分画像とか音声とかマルチモーダルでやり始めると あるブレイクスルーがあれば、まあ劇的に伸びると思うんですけど、今言語から言語のベースでどこまでいくかちょっとまだ分からないかなと思います。テラトークさんを目指すのは今みたいなこう特訓することをレッスンを目指すで進めていく。そうですね、あの自分の言葉で話せた方がいいかなっていうのがありまして、こう同時通訳の人とかがいると通訳の方で話しちゃうんですよね、2人とも。こうじゃなくてっていうのはなんか割と人でもあるので、まあロボットでもまあまああるのかっていうのはあって、ただ、自動通訳でいうとスカイプとか電話で話してるときはめちゃくちゃいいですよね。あ、どうせ返してるか分からない。そうですね、あとまあ発音だけで言ったら聞きにくい訛りとかを自動で補正とか多分相当できるようになると思うので、そういうのいいですよね。じゃあまだ電話ベースかな、あの方が使いやすいんじゃないかなと思いますね。もともと期待値が音だけじゃないですか、電話だと。はい、はい、どうぞ。発音の良さを評価するときに、はい、どこで何を喋っているかをその、まあ、U とか そのグラフから探索して、まあ、それでぴったり当てはめるみたいな話だったと理解したんですが、そのときにそのマックスを取ることでちょっと課題評価してしまうということはないんでしょうか？あると思います。あると思います。それはまあなんか補正はしなくても承知してますから。そうそう、分岐合わせて。これ結構そうですね。どこで許容するかっていう話になっちゃうんですよね。で、もし例えばこのエンジンを使って学んでいる人が例えば完璧なクイーンズイングリッシュを身につけたいとか、まあ、完璧なそうですね、まあ、ニューヨーカーのなんかお兄ちゃんの名前を身につけたいとか、そういうのがモチベーションだとすると、かなり厳しくやってあげる必要があると思うんですけど、一般的に意思疎通可能であればいいっていうところになってくるので、まあ、そこのスレッショルドをどこにするかというのは、まあ割と意思の問題です、ね。マックスなんで相手もそのマックスで分かってくれたら、まあ、ある日それは正解っていう。そうですね。そうですね。そうですね。そこはそうです。で、音声の評価っていうところをこう度外視して、やる、その音声認識の精度を高めたいんであれば、日本人の訛りから音響モデルをつければいいので、そういうことはできるんですけど、それやっちゃうと、まあ、当然ながら発音の良し悪しはわからなくなるんですよ。まあ、そこは割と分けて考えてます。はい。はい、どうぞ。このテラトークの、はい、なんかこう、最初の質問が多かったんですけど、はい、対象とする人と実際の中のプログラムというか、うん、モデリングって
どう関係、な関係がありそうな気がするんですけど、はい、具体的に関係としてなんかこうそこを考慮して作ってるとか、それともまあできてるプログラムをあの作ってくだ使う人がまあ自動使える人は使ってくださいよっていう方向に行ってるのか、その辺は例えば小学生に使わせたいとかって言った時に結構使えるのかとか使い方あるよとかっていう話とか、多様部分だけだとそれなりにいけますね。それなりですけど、どちら多様の部分はどちらかっていうと、あの音響というかあの発音どれだけあの対応できるかというところに割と、絞られますと。ただ、もともとそのプロダクト自体は、社会人向けに実は作ってたというところがありまして、一定のベース知識っていうのを前提にしちゃってるところがあるんですね。今どちらかっていうと、さっきのドリルもそうなんですけども、あの中学生高校生の利用者が増えてますんで、あのそういった方たちに使ってもらいやすいような、あ、まあ、アルゴリズム追加で入れて難易度をうまくブレンドさせるようなあの開発にも進んでいるところです。その時にさっき あの評価、はい、単語の評価とかっていうのも調整が入る、アルゴリズムも話しましたけど、評価自体はそんなに入らないです、ね。まあ、そこはあの、単語だと正語で簡単にできますし、だからさっきのリスニング問題であのアルゴ語力見えるんですけど、それも基本的にどの単語をどういう文法の時にどの単語をどれくらいのスピードで並び替えられたかって大体わかりますし、そうですね、どちらかっていうとその適切な難易度の、まあ、対話シナリオというかロールプレイングを当ててやる、その適切なっていうのは結構難しくてですね、あのそこをどう調整するかみたいなところがありますと。で、そうですね、評価でいうと例えば既存のやり方で難しいのがリスニングでこう問題聞いて、でそれを例えば穴埋めとかディクテーションするじゃないですか。あれって、耳の良し悪しと同じぐらいその英文とか英単語をよく知ってて先予測できちゃうと、あの音声認識と一緒なんですけど、耳良くなくても先予測できちゃうとあの、回答できちゃうんですよ。回答できちゃう。でもその生徒さんの場合はより良くなるために、よりリスニング力を上げるために重要なのは音を頑張ることであって、必ずしもより長い文を聞かせることじゃなかったりするんですよね。だからその辺の分離を頑張るっていう感じです。はい、ありがとうございます。はい、すみません、ワードスネックのところで理解がちょっとつかなくて、はい、手法のところで質問があるんですけど、はい、ワードスネックでセンターが受信の部分を取って、はい、ユークリッド距離で求めてっていうふうにおっしゃってたので、はい、その部分で、ね、気になったところですか、ね、はい、ダミーの部分単語が全部偶然に近かった場合なので、はい、どうなるのかっていう、どうなるのかというと、センターで取っちゃうと、はい、グリッド距離の中心とかで識値取った方がいいので、全部近いからそういうのは判定できるのか、ダミーの3つが近い分には問題ない。ダミーの3つがお互いに答えのように3つとも近かったら、でも重心取って、それで言うと、それで言うとそもそもクラスター分かれないんですが、方向が要はアラインされた時ですよね。あの正解と回答の2点のがあのゆっくりと距離測るときでベクトルとアラインされたときがそのコサインになるんですよね。ダミーの生成の仕方が完全にランダムだ、はいはいはい、完全にランダムではなくて、あの難易度というか、まあ、出現頻度である程度フィルターしてたりとか、場合によってはあの瀕死でフィルターしてたりする時があるんですけど、距離の取り方次第じゃないですか。でその要は重心投資の距離がどれくらいあるかによるような気もするか、マージナルな可能性があるかどうかが可能性としてありますよね。ただ可能性としてあると思っていて、ただ現状を、まあ、それが実際にあの生成として出てくることがあまりないようだと思います現状。可能性としてない。
可能性としてはある。可能性としてはあるんだけれども、結果としてそういうケースになることが今のところ非常に少ないはずです。という答えでいいですか。ということは偶然出てきちゃった場合は、っていう可能性、偶然全部答えじゃねみたいなことはあり得る。全部答えじゃないはあり得ないと思います。どれも答えじゃないんじゃないっていうことですよ。あ、それは。ただ一番最初ベースで類義語辞典から答え取ってきてるんで、そこである程度の担保ができてるんですよね。一番最初にワードトゥベックだけであれやってたとすると、最初の要は回答の選定をワードトゥベックだけでやると失敗します。それは、はい、ありがとうございます。そこでちょっと違うフィルタリングを最初に踏んでるんで、まあ、エンジニアリング上はうまくいってるけども、まあ、理論上は確かにおっしゃる通りあんまりうまそうじゃないです。そうですね、もうぴったり9時。あ、じゃあ最後、せっかくなんで。コーパスは全部自社で作られてる。さすがに自社で作ってます。そこまではやってないですね。うちがやるのは学習者のデータは当然自分で自社でやったりとかします。ただ、ネイティブが使うであろうとか、要はそのこう、まあ、正しい英語の言語支援は、まあ、あるじゃないですか。それを使います。学習者向けは自社でやります。はい。というわけで、本日はありがとうございました。